こんにちは、こゆです。今回は、バグ大学の Twitter でのツイートを、いくつか考察していきたいと思います。まず一つ目は、南雲が病院から、逃げ出したことです。このことに対して個人的には、室屋にリベンジしに行くと思います。理由は一度不意打ちに遭い、重傷を負わされており、かなりイラついていると思います。そして室屋に挑みに行くとと思います。そして暗殺または不意打ちで、室屋を殺しにかかると思います。そして結果の予想です。おそらく室屋が死ぬ、または逃げるだと思います。次にヌエがヌエを見つけたことです。個人的には、バースとヌエの共闘になると思います。理由はまだバースがアノールミンバカ、クガタと、何のために生まれて、何のために死ぬのかわからない、薬師丸としか戦ってないからです。バースは刀、ヌエは忍者刀を使うので、切り合いになる展開を予想します。次に、アヒルがハンダを見つけたことです。個人的には、サガラ、バーサスイートヤみたいなことにはならなく、サコが、ジョウガサキを見つけた時のようになると思います。そして誰と戦うかですが、多分、サメス界の上の兄貴だと思います。理由は、サメスとハンダの強さは多分、同じくらいだから、井上の兄貴は仲間思いで、裏切った、ハンダを殺しに行くと思います。そして次に一条のしのぎルートが、海援トップ3人バレたことです。DOP3 人が誰か、わからないんですけど、多分膝、角中、我が妻だと思います。そしておそらく一条と角中、ひだでが戦うと思います。そして、結果は角中死亡し、一条が逃亡だと思います。これは、ノーコメントで、そしてツイートとは関係ないですか、アマウ組の新しい射程で裏切りや、死亡があると思います。ここからメインキャラが出たら嬉しいですけど、多分出ないと思います。たまにはこういった考察動画も出します。